ドンナ・マリー・クリスティアン・クリステンセンは、アメリカ洋、バージン諸島の医師、政治家。旧姓はグリーン。アメリカ合衆国会員大議員。1945年、クリステンセンは、ニュージャージー州、モンマス郡、ティアネックで生まれた。父のアルメリックは、バージン諸島連邦地方裁判所で判事を務めていた。1966年、インディアナ州、ノートルダムのセントメアリー大学で、 医学士号を取得。1970年、ジョージ・ワシントン大学医学部を卒業し、医学博士号を取得した。ハワード大学医療センターで、家庭医学の研修を終了した後、1975年から、バージン諸島で、救急治療室の医師として働いていた。1987年に、セントクロア病院の医療ディレクターを務めた。 1988年から1995年までバージン諸島保健局で勤務、局長補佐や局長代理といった要職を歴任した。1996年、クリステンセンはアメリカ下院議員選挙に民主党から立候補した。対立候補には無所属で現職のビクター・オーフレーザー、後にバージン諸島知事となる共和党のケネスマップがいた。 現職のフレーザーが7202票、クリステンセンが4162票、マップが3973票をそれぞれ獲得し、クリステンセンは1位と3000票を近い票差がありながらも2位につけて決選投票に進んだ。決選投票では12869票を取得して当選。フレーザーは11913票に止まった。クリステンセンは 女性医師初の会員議員となり、オフショア地域及びアメリカ領バージン諸島を代表する初の女性会員議員となった。2012年 DC チャーターヘルスプランの会長ジェフリー・トンプソンとその関係者からクリステンセンは少なくとも3万7千ドルの多額の寄付金を受け取っていたことが発覚した。さらにクリステンセンが寄付を受け取った後、トンプソンの経営する企業が バージン諸島で630万ドルもの政府契約を結んでいたことも分かった。2014年、クリステンセンは会議員に立候補せず、アメリカ用バージン諸島知事選に出馬したが、ケネスマップに敗れた。2009年3月23日、カッター戦リーフシャーク号の収益式が、プエルトリコのサンフアンで行われ、クリステンセンがシップスポンサーに就任した。 ありがとうございます。